変わった時の彼の表情を見てたんですけども、はい、マテウスはやっぱりまだできるよっていう顔してましたね。はい、クロスでファーサイドバラダヘッドチャー でした。いやーこのゲームの流れ後半ね本当に新潟がもう8割ぐらい支配してたと思うんですけどね、はい、怖いですねサッカーは ねこれ一発ですもんね、はい、まあ、バラダも非常にこう力強く打つというよりもコースを狙った、ね、ボールを置きに行くようなすご